皆さんこんにちは、大熊里奈です。今日は音楽に合わせながらこの背中を鍛えるピラティスを一緒にやっていきたいと思います。主にこの背中の半分から肩甲骨ら辺にかけてを鍛えていきます。一つだけ注意事項がありまして、基本、今日のピラティスはうつ伏せで寝た状態で、こういう反る感じのピラティスがいくつか入ってきます。反ることによって腰を痛めやすくなってしまうんですけれども、その腰を痛めないためにもしっかり背中を鍛えているけれども、お腹をへこましてインナーマッスルを使いながらピラティスをするイメージを忘れないでやってみてください。必要なものは横に寝っ転がれるスペースとやる気です。はい、それでは一緒にやっていきましょう。はい、ではまずは横にうつ伏せになって寝っ転がります。この状態でまずは背筋から入っていきましょう。Up, down. 腕も一緒に伸ばして曲げる。吐きながら上体起こします。 Up、 しっかりお腹もへこませて、はい、次は隅まで移ります。上体を起こして、なるべく手をキープしながら固まっていきます。吐きながらアップ、またフライいきましょう。手と足反対にアップダウンします。スピードアップ、はい、では手を頭の後ろ持っていて、上体をアップ、右左ダウン、アップダウン、右左ダウン、アップダウン。はい、ではもう一度最初の背筋に戻ります。お腹もへこませて、インナーマッスル使いながらやっていきましょう。腕伸ばして、下げた時に上体を上げる。吐いて、吸って、次も一緒に。はい、ではスイマーに行きましょう。下げて、曲げて、伸ばす。下げて、曲げて、伸ばす。それだけです。はい、ではバタフライいきます。交互にアップダウン、アップダウン、スピードアップ、ワンツーワンツー、上体ツイストを上げて上げて下げる、アップアップダウン、上げたときに吐いて、はい、それでは手を最後胸の後についてゆっくり上体を起こす。そのまま投げてくる。腕ではなく背中、お腹両方使いながら上体を起こしていきましょう。はい、お疲れ様でした。それではテーブルトップの形になって、背中を少し天井の方に突き出していきましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。私だけでしょうか、背筋がめっちゃ効いてる感じがするんですけれども、余裕だよっていう方はぜひこのルーティンを3分半しかないので繰り返してみたり、あとは軽い重りなどを首の後ろに置いて負荷をかけながらやってみるのもいいと思います。今日背筋効いたなと思った方、動画良かったよと思った方はぜひいいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ピラティスとダンスオレーションの体のパーツごとに分けた動画をプレイリストにしてチャンネルの方にアップしていますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。